はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。ギルド大会ですね、プラチナリーグ第3試合となります。昨日の第2試合に関しては勝つことができました。というわけで最終戦となります。まあ、2勝同士のチームとの戦いだと思います。大魔王モモンジャチームさん、ギルドチームさんですね、対戦よろしくお願いします。まあ強そうだねなんかパッと見強そうだね。で、昨日は、ゾーマーのチームを選んでしまってちょっと辛かったな。まあ、負けなくてよかったけど、ちょっとやっぱゾーマーきついね、私にはね。なんでどうしましょうか。だからピサロがいるとこいいね。麻痺取りたいので。でもな、ビアンカか。ビアンカのコンビもあんまり好きじゃなくてね。強そうだね。今日どうだ、勝てるのか。うちビアンカさらにグレーナルってなっちゃうとさらにちょっとな。ここでも26で3だったが最初は来るよね、これね。来て、でギラで持っていかれてって感じはしますね、ここはね。ラーミアコンビでいく。ちょっと配置にはよるかもしれませんが、貫突か。まあエビルはイオが通るんで行きやすいんだよな。イオが通るメンバーが多いからね、グレナル以外ね。行きやすいのは行きやすいんだけど、神竜が入ったパーティーだから火力が出るのか、うちも。でこっちがね、焼き鳥にできるかどうかもかかってくんだよな。どうした、ちょっと重くなったぞ。どうしよっか。じゃあこちらで行かさせてもらいますね。グレーナルね、グレーナルね、グレーナルね。うわ、ちょっと配置頼むよ。はい、対戦よろしくお願いします。よし、じゃあ見ていきましょう。1番、あ、エビルも結構早い。2,3,4 で8か。うわ、そのマデスさんがやだな、めちゃくちゃ。イオでガビン行きたいとこもあるしね。5だ。あれに関しては麻痺を取ろうか。じゃあピサロッチをこれ剣線で 1,2,3,4 ここに置くことによって麻痺で、あとはこっち自由に行けるんじゃない。2番目大丈夫で、3番誰、3番グレーナル、大丈夫で、バタフライね。でこれはイオのガビンでいっちゃおう。でマデスさんまで落とそう。こういうふうに布陣しておいてガビンいくでしょ。ガビン、あ、ちょっと待って、マデスさんとどこれさ、マデスさん込みで打とう。ここと、こ、あ、違う、ここだ、そこだ。ちょっと待って、マデスさん、あ、届かなくね、これ。ってことは、ちょっと待ってよ。向こうのマデサの範囲。あ、入ってないのね。入ってないんだったら。あ、違うか？ガビン行っ
いやここでさ出てさキサロと、あ、待って、うん、いいんだよな、これ剣戦こっち狙うから絶対、あのシビルクラゲの守備力低いからそっち狙うはず、ここね、あだけどここ、あそっか、マデスさんがちょっと後ろなのか、あーちょっと難しい、で次のターンで うまく打っていかなきゃいけないか、よし分かった分かった分かったのか本当に、えでバタフライがどこまで来る、ここね、で、ここグレーナのここでエビルここに並ぶんで、ここに、天台をぶつけましょう、で1ターン目でここら辺は処理していきたい、でここより先に出ちゃまずいんで、それも考えながら、考えながらいけないか、混乱入っちゃうな、ガビン打って剣戦、ガビン、ここからここ出て、天台入る、天台入る、でピサロはここからガビン、ちょマデスさんがちょっとやだな、マジかこれ、じゃ次のターンで上回れるから、次のターンで上回れるからまで、あ、ま、上回れないのか、上回れないのか、こっちもこっちで、あ、上回れるか、そこで落とせればいいかなっていうイメージはあるんだけど、か牽制で止めるか、でその間にピサロ関係もやっちゃいたいし、であとだ、状態上取れるのはこの子は、この子落ちるか、最初のイオガビン行って、イオ行って神竜のあれを入れれば混乱無理ね、でいけるか、でメダパにボディ持ちだから、それもね考えておかないと、そうだマデスさんのあれがあるのか、あーマデスさんのあれがあるの か、そこ牽制狙うとかなんとかにする、で神竜でぶち込む感じ、これここでしょ、でここなわけだから、ここうん、入っちゃってるんだもんね、ピサロこっちから行って魔剣をここでぶち込むのもある、で神竜前に出てがっつりガビ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 、いやグレーナル削ろうかな、グレーナル削りたいな、そうだったらグレーナルちょっと動かしたくないな、グレーナルが落ちないから一発じゃ、でここか、こっから剣戦で飛ばす、うん、そうしようかな、でファイヤーブレスなんかも少し使いながら、234どっか他に空きないか、空きがあるな、空きがあるな、これは大丈夫なんでしょ、あこっちがあるか、あ大丈夫ね、これ大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫ね、でこれこっちからファイヤーなんかもぶち込んでおきたいかな、正直少しでもね削っておきたいのはある、最後に向けて、でここの場所はピサロが牽制取るんで、動いちゃダメって感じ、よしじゃあ行きましょうか、はいビリビリボディ頼むよ、取ってよ、そっちなの、今はそっち選ばれたことないんだけど、うわーちょっと待ってこれこれうわマジか、バタフライここに来ればいいじゃん、これここでやるか、ちょっとマデスさんはさ1個後ろなわけだから1個後ろ、あーダメか、ピサロの位置は入っちゃうか、どっちにしろな、いや次あれが怖いな、ここはいけんだっけ、ここいけんだよね、ここいけて
ここ行けて、でファイアブレス少し打っておく。あれ、ここは行けんだっけ。ここ行けるか、ここ行こう。いや打たなく、あファイア、あスケール出たっけ今。あ見なかったな、出なかった気がする。だからファイア打ってもいいか。でこれに関しては浮上の息は入らないで、多段のあれが入りそう。ドゥドゥドゥンが、あーこれいいか、出なくていいか。でここ行っちゃダメで、混乱狙いたいんだけど、あ混乱じゃ、あーじゃなくて、危ない危ない、ここもしびれクラゲ使わなきゃダメなんだ、危ない。じゃあこれここで待機します、ここで待機で、ここから牽制。ああ大丈夫か、落とせんのか。グレーナル、グレーナルは落としてほしい。来た、そっから入らないで、扇台、ああ頼むって、グレーナル頼むってマジで。いやそこ入れようぜ本当に。どうしようか、こっから行くか。これってピサロ入ってんの？入ってなさそうだよな。ここでいいか。バタフライまで行く。いやー頼むよ、落としてよ。焼けつく。で次上回ってくれ。勇者、勇者上回れ、上回れ勇者。うわ待ってる、あぶねえ、ここで落ちろ。 OK 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 よしよしよし、いけいけ、集中力集中力集中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 集でゴト、よかった。というわけで2勝同士のね最終決戦ですね、私はなんとかね勝つことができました。対戦いただいたギルドチームさん、それから対戦いただいた方、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。